皆さんこんにちは、ソフトクリームちゃんだよ。今回はエプソムカップの予想したいと思います。それではどうぞ。勝ち馬は4歳馬が7勝して2着が5回と無類の強さで、若ければ若いほど数字が良好なようです。また休み明け2戦目で6勝して2着3回、休み明け3戦目で2勝して2着2回と、連帯馬のおよそ3分の2は休み明けを1とか2と叩いてここに来ている馬たちです。これらの条件の馬たちが現在5連勝中となっています。もちろん休養明けでない馬も馬券には絡んできていますが、だいたい馬券に絡んでいる馬を調べると多くても今年4回以下の出走馬がほとんどでした。今の時点で今年5回以上使われている湘南バッハにとっては厳しいデータとなりましたし、今年4回使われているアンノートロにとってはギリギリセーフといったところです。そして客室別では意外にも先行勢が有利。東京芝コースの重賞で逃げ馬が4頭も残っているのはかなり珍しいのかもしれません。ではそれらの馬について調べてみましたけれども、マイネルハニーやエイシンヒカリ、シルポートと 1800m の重賞を制していたり、重賞でなくとも 1800m のオープン特別に勝ち鞍があったりしました。先行勢の 1800m 校舎は特に見逃せないところがあるかと思われます。そして馬券の傾向はご覧の通りです。1番人気は4勝して2着3回、2番人気も4勝して2着1回と勝ち星は上位人気に集約されています。ちょっとびっくりなのが人気薄の成績で、7番人気以下で馬券に絡んでもここ10年間は全て3着ということで、7年連続して1着馬と2着馬は5番人気以上と、馬連と馬単はかなり硬いです。2着までは順当で、馬連の10倍割れはおよそ半分に近い4回、それに引きずられてか3連複も万馬券も2回だけ、3連単に至っては10万円オーバーが1回だけと、ハンデ戦ではなく別定戦ということで実力通りの成績となるケースが多いです。ただ3連複の10倍割れと3連単の万馬券割れは少なく、適切に点数を絞り切れば手堅くプラス収支に持っていける可能性も十分にあるレースとなっています。続いては印をつけた馬をピックアップ。本命はソーグリッタリングです。これまでは道中の折り合いがつききれなかったり、抜け出しても空を使うなどして勝ちきれなかった馬ですが、ここに来てようやく馬に身が入ってきたようです。前走は浜中騎手から急遽の乗り換わりで川田騎手となりましたけれども、道中促していくほどに折り合いがバッチリとつきました。まだ抜け出してから遊んでしまわないように注意が必要ですけれども、リステッド競争を連勝してクラス的にもここでは十分足りるはずです。1着はどうかなと微妙に思えるところもありますが、有力馬が外枠ばかりなだけに 1800m 戦の内側の優位性も買い材料の一つかと思われます。対抗はプロディガルさん、一方こちらはオープン競争を3戦連続して2着と上々の成績なんですが、これら3つとも発馬で遅れているのが2着の主な原因かと思われます。スタートもそうですけれども、ゴール前でも甘くなる癖があるということで、その分推奨具合を落としましたけれども、全22走中で15回馬券圏内というメンバー随一の安定感は見捨てられないところです。この馬も1着はどうかなというところですが、名手のレーン騎手がどこまでリカバリーできるかに期待をしてみたい一頭です。以下上位人気がやたらと後ろから行く馬ばかりなので、下手したら届かない可能性もありますけれども、警戒しておきたいのがアップクォーク。展望動画でもお伝えしました通り、この府中 1800m ではデビュー戦以外は全て馬券圏内ということで、得意部隊のここでは力が入るところです。ダノンキングダムは週の初めでは断然の本命でしたけれども、一番入ってはいけない枠に入ってしまって正直困りました。おそらく最初で結構足を使ってしまいそうなので、
馬券圏内も怪しそうなんですが、逆にスムーズに行けた時は唯一残りそうな馬ですから最も怖い存在となり得ます。持ちタイムが甘いのでかなり楽なペースを刻まなくてはいけませんけれども、馬場が味方するならば有力馬が後ろから行く馬ばかりだけに、いったいったという展開も考えられるのかもしれません。それでは開名です。3連単でこんな感じという攻めた予想もいいんですけどね、予想動画が連敗中なのでここはぐっと我慢をしてこちらを狙いたいと思います。当日のお財布事情で余裕があるようなら3連単も買っておきたいところです。ババがこれから悪くなることはなさそうなので、これまでの超高速とまではいけませんけれども、ようやく想像がつきやすい時計に落ち着くのかなと思っています。人気馬でも後ろから行く馬が多いので、ここは反対に前寄りの馬にチャンスが来ると思っています。さて続いては、激ムズの牝馬のハンデ重賞、マーメイドステークスの予想です。今回も過去10年のデータから気になる馬を探していきましょう。勝ち馬は関西馬が10勝して2着4回。展望動画で関西馬が23連勝中というお話をしましたが、副賞率では関東馬が追いついてしまい、最近5年では関東馬が連続して馬券圏内に来ており、いつでも連勝記録がストップしてもおかしくない状態になっています。また前走重賞やオープン特別組と前走条件戦組が互角に渡り合っており、最近5年中4年で準オープンクラス、今の言い方で言うと3勝クラスのパールステークス組から勝ち馬が出てきていまして、ハンデの恩恵を受けた格下の馬が重賞クラスの馬に追いつくという事象がかなり見受けられます。そしてそのハンデですけれども、49キロ以下は最近10年で馬券に絡んでいませんが、53キロあたりが最も活躍している斤量帯です。55キロや56キロなどハンデ頭になってくるとちょっと苦しくなってきます。現にトップハンデで勝利したのは6年前のマルセリーナだけで、当選ビクトリーやシュンドルボン、古いところではベッラレギアなど人気と斤量どちらも背負ったものの、レースでは惨敗という馬も少なからずいます。今年はフローレスマジックがこれに該当しますけれども、この馬の主者が鍵になってきそうです。そして馬券の傾向はご覧の通りです。1番人気は2勝して2着1回、現在4連敗中で馬券圏外の方が多く、これは荒れる要素が満載です。何せ7番人気下で4勝して2着7回という数字はあまり見たことがありません。これは解説泣かせだと思います。生まれの万馬券も3回出ていますし、3連複の万馬券は10年中なんと9回、3連単の10万円オーバーも7回と、これはもう何でもありという状況です。これ以上説明のしようがないくらいの荒れるレースとなりますので、あなたの皆さんにとってはおそらくエプソムカップなんかどうでもよくなるぐらいの勝負レースになるのかと思われます。続いては印をつけた馬をピックアップ。本命はスカーレットカラーです。前走は大外枠をものともせず、ロケットスタートからほぼ思い通りの競馬ができました。ここに来て友が安定してきたようで、発馬も上手に決められるそうで、それはかなりのプラス材料です。さらには先行争いで行きたかったところをぐっと我慢できたのも好材料です。そのまま行ってしまったら間違いなくガス欠を起こしていただけに、結果の出ていない 2000m でも十分対応できるセンスを前走で見せてくれました。ただ今回もいかんせん枠が遠すぎるのが困ったところです。コーススタートを切れないことには1コーナーで競馬が終わってしまうという可能性もありますので、スタートしてものの10秒で終了という可能性も残されています。対抗はモーブサファイアです。この馬は関西を中心に大事に使われていますが、光ったのは前走の活躍ぶりで、今やオープン馬となったフランズですとか都大路ステークスで構想したテリトリアルを前走下したのはかなり点数が高いところです。目立った時計がないだけに上位2頭に水を開けられる形となっていますが、
得意舞台ならまだ太刀打ちできる可能性も十分あると思います。他と少しだけ金魚はもらってしまいましたが、スカーレットカラーよりもスムーズに運べるのならば、こっちの方がチャンスが拡大しそうな気がします。以下、センテリオは重賞以外の全てのレースで連帯、阪神コースの内枠で北村雄一騎手という買い材料が満載で人気にも押されていますが、重賞実績がないということと金量の恩恵もないという点が少し不安なところです。もうその他の馬はどんぐりの背比べに近いところですが、展望動画でもお伝えした末足のないランドネあたりを真っ先に消したいところなんですが、この馬の好調時のシオンステークスや秋華賞の VTR を見ているとどうしても気になってしまい抑えることとしました。難解かつ混戦レースですので、点数がかさんでも後悔先に立たず手を出しておきたいと思います。それでは開目です。本命と対抗からの変則馬連です。正直センテリオからの流しも考えましたが、なぜかここの厩舎は重賞で一番人気を背負うと人気に応えられないのは競馬界の七不思議の一つです。現にファンディーナしか勝ったことがありません。人気を背負わず楽に競馬ができた方がいい厩舎なんだなぁと思い、この改名をチョイスしました。いやいや、やっぱりセンテリオでしょうと思われる方はそちらから流すことをお勧めいたします。さて、冒頭でもお話ししました通り、私ソフトさんは来週からオーストラリアに遊びにではなく出張に行ってきます。交渉によっては年間で億単位、10年間で数十億のお金が動く機会にもなりますので、かなりガチンコな出張となります。その分動画がおろそかになってしまいそうですけれども、滞在先のホテルでできるならば編集したいと思います。それでは次回お休みする可能性もありますが、また動画ご覧いただければと思いますので、次回の動画でまたお会いしましょう。